我らの敵を葬るのみ。首を上げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。おいおい、随分でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカ、ぶっ殺されっぞ。この調子でぶった切っていくか。俺も負けてらんないな。城壁に登れ。上から侵入するのだ。ここは命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。
それでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。まだ負けたわけではない。中の者がやってくれたようだな。全軍、城内へ突入せよ。バズーソって、あの30人斬りの熊を素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前出ろ。あいつがあっちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。よし、仕掛けるぞ。負けられるかよ。腰抜けどもが、金玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名を上げんか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたと違って名誉じゃ飯食えないんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には金貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎だ。小僧、後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のような鉄の青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。クソ、いい気になりよって。へえ、すごい奴がいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかね。くだらないことを聞くな。
グリフィスの方が強いに決まってるだろ。待たれよ技巧の腕前、誠に感服の至り。このバズーソー、